この動画は NodeVPN の提供でお送りいたします。こんにちは。本日はイギリスマンチェスターからスタートです。これからシンガポール航空を利用して米国テキサス州ヒューストンへ参ります。どうぞよろしくお願いいたします。マンチェスター国際空港第2ターミナル出発ロビーへ入っていきます。ロンドンほど多くありませんが、ここマンチェスターからもニューヨーク、アトランタ、オーランド、カリブ海諸国など北中部への直行便が毎日運航されています。本日利用するのはシンガポール航空 SQ52 便ヒューストン行き。 G カウンターにてチェックイン開始しているようです。ターミナルの端っこに G カウンターがありました。キャタイとシンガポールのアジア系がこちらにはまとまっています。それぞれもともとイギリス統治領だった香港とシンガポールへの直行便があります。今朝スマートフォンアプリでは搭乗券が発行できませんでしたので、カウンターに搭乗券をもらいに行きます。荷物はこれだけです。もう一つ大きなスーツケースがあったのですが、前日ロストバゲージにありまして、本日預け荷物ありません。現在朝8時半、出発の約2時間前ですが、カウンターの待ち時間はありませんでした。セキュリティチェックへ向かいます。この空港はアライアンス、または国内線国際線でターミナル分かれているわけではなく、ごちゃごちゃのようです。保安エリアに持ち込めない水を体に流し込んでしまいます。セキュリティチェックはすぐに終わりまして、ゲートとラウンジのある方向へ進んでいきます。本日はスニーカーで楽ちんな服装です。私は綿製品ストリートは素通りです。土地柄フットボール観戦に訪れる方も多いでしょうから、空港内ユニフォームが至るところで目につきます。上の階に上がってラウンジへ向かいます。あまり空港という交通機関の施設にいる感覚はしませんで、なんだかショッピングモールにいるような感覚です。シンガポール航空ビジネスクラス搭乗客に案内されるラウンジはエスケープラウンジ。プライオリティパスでもアクセスできますが、ビジネスクラス利用者はラウンジ内1903というエリアが利用できます。午前中は長距離国際線の出発が集中するせいか、ラウンジ内にぎわっております。パスポートなど貴重品を持ってラウンジ内何があるか見に行ってみます。世界各都市の時間が表示してありますが、時計のデザインおしゃれすぎてどれも何時何分なんだか見づらいです。ラウンジの南側は開けていて眺望があります。ただ改修工事中のようで特筆するものはありません。お食事は朝食メニューの時間帯です。彩りあって美味しそうですが、お腹減っていないので見るだけで食べるのはやめておきます。
飲み物だけいただくこととします。トニックウォーターがありました。お酒で割らずとも柑橘系の苦味があって爽やかで、トニックウォーター美味しいですね。搭乗までまだ時間がありますので少し仕事します。ラウンジ内の Wi-Fi に接続する前にコンピューターのセキュリティを考えて NordVPN を使用します。ラウンジ内に限らず旅行先や出先で使える無料フリー Wi-Fi はとても便利ですが、同時に接続している人の中にはクレジットカード情報やネット上の自分の ID、パスワードを盗もうとする悪い人たちがいる可能性があります。NordVPN はそういった脅威を限りなく排除し、安全にインターネットを利用できるサービスです。加えて NordVPN を利用する利点をもう一つ。私は普段在米しておりますが、日本生まれ日本育ちのため、日本語の映画やスポーツのコンテンツを楽しみたいのですが、普通にアクセスするとこのような住んでいる地域からアクセスできないといった事象が起こります。インターネットに国境はないように見えて、実際は海外からのアクセスが制限されていることがあります。そういった時に NordVPN を利用いたします。接続はとても簡単ですぐにつながり、日本のサーバーを開封することでコンテンツを楽しめるようになります。現在概要欄のリンクからアクセスいただくと2年間プランが大幅割引になり、さらにサービス利用期間が4ヶ月延長でご利用いただけます。30日間の返金保証をしているためリスクなしでお試しいただけます。詳しくは概要欄のリンクをご参照ください。使用機材の到着遅れているようですが、そろそろ搭乗口へ向かうようアナウンスがありました。持ち物しまいまして搭乗口へ向かいます。航空会社直営ではありませんが、なかなかいいラウンジでございました。204番搭乗口に来ました。定刻10時40分を過ぎてすでに11時ですが、もう少しかかるようです。シンガポール発マンチェスター経由ヒューストン行き、ここからは第三国へ向かういわゆる遺影圏フライトです。機材は A350-900。 マンチェスターからヒューストンまで約7600キロ、10時間の空の旅です。ボーディングブリッジは1本のみ。機内に入ってから前方へ進んでいきます。ビジネスクラスは121のシート配列。本日の私のシートは 11A、番号を2桁ですが、ここが機内で一番前になります。一般的によく見るビジネスクラスのシートと比べると、第一印象、座面の幅が広いように感じます。持ち込んだスーツケースを荷物棚へ収納します。機内で使うスマートフォンなどはシート周りストレージに収納します。ウェルカムドリンクをいただきました。選択肢はお水、オレンジジュース、シャンパンの一般的な3種類からです。必要なものを取り出したバックパックも頭上に収納してしまいます。
最前列シートの特徴としてオットマンが広めです。モニターは18インチで少々小さめでしょうか。モニター横には鏡があります。足を伸ばすとなんとか前の壁に届きます。このシート一番の特徴はファーストクラス並みのシート幅。窓際にアメニティがあらかじめ用意されてありました。上からアイマスク、靴下、スリッパ。大西洋路線のビジネスクラスでスリッパ提供する会社はそう多くありません。早速履き替えます。お絞りいただきましたが、かなりの暑さです。一通りシート周りを見ていきますと、ポケットにはペットボトルのお水、それからヘッドホンが入っています。肩のあたりには HDMI、USB、ユニバーサルの電源ポートがあります。そして本やラップトップを入れられそうな収納スペース。向かって右側、反対の肩のところには読書灯があります。押す回数によって2段階の明るさ調節できるようで、それぞれ照らす場所が微妙に異なります。ドレミと心の中で言いながら遊んでしまいました。あとは一つ一つ何の機能かパッと見は分かりませんが、とにかくボタンがたくさんついております。シートベルト装着して出発に備えます。安全ビデオが流れ始めまして、フォロフォロ出発のようです。
上は曇っていましたが、ほとんど揺れることなくスムーズに離陸しまして、すぐにベルト着用サインが消えました。離着陸地のシートの背もたれは直角90度の間隔でして、早速リクライニング機能を利用してラグな体勢にしていきます。それから電子機器の充電も始めていきます。私は基本オスモアクションを撮影に使用しているのですが、電池3つを特化引っかえ、こまめな充電が必要です。離陸してから20分ほど、アイリッシュ海に差し掛かる頃、お食事のサービスが始まるようです。最初にドリンクのサービスから炭酸水をお願いしました。コースターは持ち上げるたびほぼ毎回グラスに引いていってきます。カナペとして提供されたのはピーナッツソースのかかったチキンサテ。見た目美味しそうな焼き鳥です。日本の焼き鳥は塩派なんですが、このピーナッツソテーのサテも美味しいです。さっぱりさせてくれるきゅうりと生の玉ねぎがまたいいです。チキンサテーいただいてから少し時間が空きまして、スマホをいじります。機内インターネットは基本有料ですが、ビジネスクラス利用者はクーポンがいただけて無料で接続できます。前菜はイベリコハムとモッツァレラチーズ。見た目はルッコラの葉っぱがしなびているのは少々残念です。今日はお酒飲まないつもりでしたが、チキンサテ食べたらビール飲みたくなってしまいました。ガーリックトーストと普通のバゲットを2つずつ取り分けてもらいます。ガーリックトーストのおかげでビールが進みます。メインプレートはエビとホタテの XO 醤炒め with チャーハンを選択しました。ちなみに他にはローストチキン、ビーフショートリブ、キーマカレーの選択肢がありました。
このメインプレートは地上の中華料理店で食べているようでとても美味しかったです。ビールはタイガーとハイネケンの2種。飲める機会がないシンガポールのビール、タイガーをお代わりしました。米国での一人暮らしでは、なかなか和食含めてアジア系のお料理食べる機会ないので、ありがたくゆっくり味わっていただいております。好きなものを最後の一口に残したいタイプでして、最後にホタテをパクついて、このプレートを完食です。最後にデザート、チョコレートとヘーゼルナッツのミルフィーユをお願いしました。白いのはアイスクリームではなくてハニーカムのクリームだそうです。壊すのを一瞬ためらいますが、ざっくり言ってしまいます。最後にコーヒーいただきまして、1回目のお食事終了です。残っているグラスとカップはサイドテーブルに置いて、デスクは収納してしまいます。お食事とても美味しくて、これまで経験したビジネスクラスの機内食では一番に美味しかったです。ごちそうさまでした。お食事終わりまして一段落。シートをリクレインすると気持ちよくてこのままお昼寝したい誘惑に駆られますが、一踏ん張り眠気を我慢して寝る前に歯を磨きに行きます。ビジネスクラスは8割方埋まっています。増加ではありません。お手洗いには生け花が挿してあります。電気、床、流し台、すべて綺麗です。トイレットペーパーなんてご丁寧に三角折りにしてあります。シンガポール航空の評判いいのがよくわかります。このフライトではアメニティポーチの配布はありませんでしたが、お手洗いに歯ブラシなどが収納されております。ただそれらは使わず、普段使い慣れた歯ブラシと歯磨き粉にします。口の中きれいにしてからシートへ戻ります。この機材はエコノミー187席、プレミアムエコノミー24席、ビジネス42席です。シートに戻りまして寝床を作ります。他の航空会社ではあまり見かけませんが、シートを折りたたんでフルフラットにします。シートの裏側にはベッド、マットレスがあらかじめセットしてありまして、隙間もしっかり埋まります。ブランケットと枕もシート裏側に入っていましたので広げていきます。クッションはお腹に抱きかかえて寝ようかと思います。ベッド作成完了です。シートをフラットにしてみて改めて幅の広さを感じます。横になると頭はパーテーションで通路と遮断されます。
足は前の壁にギリギリ届かないくらいでしょうか。機内はまだ微妙に明るいのでアイマスク使用します。いろいろつけっぱなしにしてしまっていた読書灯を左、頭上、右と順に消していきまして就寝です。ルートの3分の1ほど飛んできたところでしょうか。ヒューストン到着まで約7時間。おやすみなさい。寝つきは良かったのですが、短いイギリス滞在で体内時計はラスベガス時間のまま時差ぼけているせいか、思っていたより早めに目覚めました。どれくらい時間経ったか確認してみると、3時間半しか寝ていられなかったみたいです。現在ラスベガスは朝10時前で活動開始する時間帯ですので、起きてしまったのも納得です。飛行機は大西洋を渡り終えて米国に入り、現在メイン州ポートランド付近、ヒューストン到着まで約3時間です。再度寝られる自信がないので体を起こします。ベッドから座席に戻すには一度立ち上がる必要があります。周りのシートではまだ寝ていらっしゃる方が多いので、ゴフォゴフォあまり音を立てないようにシートを戻していきます。引っ張り出す際収納されているデスクはなかなかの重さです。非力な女性はかなりの力を入れる必要があると思います。ゴロゴロして映画でも見たいですが、締め切りがこの日の仕事もあったので仕方なくコンピューター開きます。マウスとラップトップ並べても十分余裕があるサイズのデスクです。30分ほどしましたら、2回目の食事サービスに向けておしぼりが配られます。少しほったらかしにして熱を冷ましてからおしぼりで手を拭きます。到着までまだ2時間半以上ありますので、2回目の食事開始が早いなと思いました。テーブルクロスの上にお食事のお盆を乗せてまとめてポンと提供する航空会社も少なくありませんが、シンガポール航空は先にテーブルクロスだけ敷きに来られます。ギャレーでドレッシングかけてくるのでなく、わざわざサーブしてから客の目の前でかけるのは手間がかかっている演出であります。前菜はエビのマリネが添えられたニース風サラダ。パンも最初からトレイの上に乗せて出してしまえるところ、わざわざバトラースタイルでサーブしているのは満足度向上に一役買っている気がいたします。口に運ぶ際唇についてしまいましたが、ドレッシングはランチドレッシングでした。ニス風サラダはエビ、ポテト、トマト、オリーブ、1000円元。どの具材もガーリックの効いたランチドレッシングとマッチしてとても美味しいです。
メインプレートはラム、チキン、エッグヌードルのファンシュからの選択フェイで、私はエッグヌードルを選択しました。ヌードルと一緒にチャーシュー、チンゲン菜、餃子が振られております。中でも赤い色のつけられたチャーシューが食欲をそそります。一人なのでリアクション薄いですが、あまり脂っこくなくとても美味しいです。ヌードルはフォークでどう食べるのが正解なのか分かりませんで、スパゲティのように巻き巻きしていただきます。振り返って思うと、お箸をもらえばよかったと思います。続いて添えられている餃子。ハラペーニョが入っているタレにつけていただきます。中華に分類されるプレートかと思いますが、和食でなくてもアジア系料理は親しみが湧きます。メインプレート本当に美味しかったです。もちろん完食です。最後にデザートです。蜂蜜風味のレモンタルト。ラズベリーのソースがついております。お食事中、グラスが開かないよう頻繁に飲み物も気にかけていただいておりました。デザートは上のムース部分は美味しいです。土台の生地へ残してしまいたくなります。これにてお食事サービス終了となります。日系航空会社のビジネスクラスに乗ったことがなく、経験が浅いお話でオファーを入れますが、私が経験させてもらったビジネスクラスの機内食では、これまででシンガポール航空さん一番美味しかったです。食事終わりまして、飛行機は現在ノースカロライナ州シャーロット付近。ヒューストン到着までちまちま仕事しつつ過ごします。Presently 200 nautical miles northeast of Houston. Within the next 10 minutes, we should be starting our descent for Houston International Airport.And there is a 6 hours time difference between Manchester and the local time in Houston. It's now 2:32. And based on the current estimate, we should be touching down local time 10 past 3 p.m. It's been a pleasure having you on board. On behalf of the crew, we'd like to thank you once again for choosing to fly with us. And cabin crew, please prepare for arrival. Thank you.そろそろ到着が近いとのことで、ベルト着用サイン点灯前にお手洗い済ませて、その他順次片付けを始めていきます。Thank you.
窓から見える景色の通り、テキサスは広大です。同じ米国ですが、ネバダ州の住民から見てもテキサス州は土地の使い方、スケール感大きいなと思います。実際にテキサス州だけで面積は日本の国土の約2倍の広さ。テキサスは19世紀半ばにメキシコから独立して米国に併合されるまでの間、9年間だけテキサス共和国という独立国でしたが、テキサス独立戦争で軍人としてメキシコと戦い、テキサス共和国初代大統領を務めたのがサミュエル・ヒューストンという人物でした。最後にチケットの取得方法についてお話しさせていただきます。この路線を現金で購入しようとした場合、エコノミークラスは片道1344ポンド、プレミアムエコノミークラスは2355ポンド、ビジネスクラスは7347ポンド。ただ、私はこのような額を到底お支払いできませんので、今回もマイルを使って発券いたしました。使用いたしましたのは、エアカナダのマイレージプログラムエアロプラン。必要とされたのは7万エアロプランポイントと手数料485カナダドルでした。出発地マンチェスターは気温10度ほどで寒かったのですが、ヒューストンはただいま30度、あったかそうです。ヒューストンは米国内4番目の人口を抱える大都市です。到着したインターコンチネンタル空港は、統合前のコンチネンタル航空の時代から東京との直行便があり、現在でも毎日ユナイテッドと ANA が東京とヒューストンをつないでいます。マンチェスター出発が遅れたことで、その分50分遅れて到着です。本編をご覧いただきありがとうございました。最後に改めて NordVPN のご紹介をさせていただきます。現在概要欄のリンクからアクセスいただくと、2年間プランが大幅割引になり、さらに利用期間4ヶ月延長にてご利用いただけます。加えて30日間の返金保証をしているため、リスクなしでお試しいただけます。詳しくは概要欄のリンクをご参照ください。最後までご覧いただきありがとうございました。